家庭用ミシンメーカーは赤字からのスタートでした。しかし、小学校の家庭科で苦手になったという話から、子供用ミシンを着想すると大ヒット商品に。当初、先代の父から会社を潰す気かと反対されても諦めなかった理由は何だったのでしょうか。とグロービス経営大学院との共催イベントで語りました。後悔ばかりの人生はもう嫌だ、家業に入るまでは後悔人生だったという山崎さん。学生時代に自信があり、中学年生から陸上部でキャプテンを務め、高校ではアメフト部で1年生からレギュラー。誰にも負けんぞ、と調子に乗っていた、と語ります。ところがチームメートと喧嘩をして、アメフト部を辞めてしまいました。後に残ったのは喪失感だけ。何をしても満たされない日々が続いたと言います。大学に入り、高校でチームメートだった選手たちが全国大会の決勝戦でプレーしている姿をテレビで見かけて、不甲斐ない自分との差を見せつけられました。その時は、夜遅くまで眠れませんでした。何をしても中途半端で、何をしていいかわからなかった。その後、一般企業で働いていた山崎さんに転機が訪れます。005年のことでした。代目社長だった父親の家業がピンチだ。売上が全盛期の分の1に落ちた。えらいこっちゃ、と弱音を耳にし、家族が大変な時に過去を後悔してばかりだった自分を振り返ります。もう後悔だけはしたくない、と、自分が人生をかけて何とかしようと一念発起し、家業への入社を決意しました。ミシン市場、0年で半分以下に縮小アックス山崎は、196年に祖父が創業。はじめはリヤカーを押しながらミシンを販売していました。その後、海外への輸出に販路を見出し、会社は成長しました。しかし、1970年代から円高となり、債務超過に陥るように。後を継いだ父親が、海外生産、販売にビジネスモデルへと転換しました。祖父の時代では大きなミシンが当たり前でしたが、父の代で小型化をメインに据えます。それが爆発的ヒットとなり、会社は一気に盛り返しました。学生だった山崎さんは、夕食のおかずが一品だったのが品に増えたり、家がボロボロだったところがきれいに修復されたりと、会社の業績による影響を身近な生活で感じていたといいます。ただし、少子化などの影響もあり、洋の家庭用ミシン市場はこの0年で半分以下に縮小。アックス山崎の売り上げも落ちていました。